シェリー先輩がお見えになった理由は想像がつきます。生徒会選挙の日程の学術学園はそちらとは別日ですよ。では何のご用で。実はですね、アレクシアさんにお伺いしたいことがありまして、ですからシド・カゲノ君とお付き合いされていたとか。もう別れました。あ、そもそも本当にお付き合いをしていたわけではなく、諸事情で付き合っているふりをしていただけです。そうなんですか。よかった。実は私、先日シド君とお友達になったんです。研究も手につかなくって、もうどうしようかなって。でも安心しました。お二人がお付き合いされてなくって本当によかった。それはよかった。お時間ありがとうございました。コーヒーもごちそうさまでした。どうも。うわっ。